7月9日放送の、ね、第27回お客は神様って回があって、まあ、その回にふさわしい内容が見当たらなかったんだけども、多分この辺でね、ちょっと前後してるわけですけどね、原作と前後してるわけですけども、この辺で佳代さんはお客様は神様っていうことを、まあ、最初にまず従業員に何かの時に伝えたんでしょうね、テレビ放送では。でここでこの顔の回で佳代さんはお客は神様として扱う、それが山水館の顔になるっていうふうに思い至るわけですよ。で、まあ従業員にそれを徹底させない、周知させないといけないので、まずね、春江さんとおたふくさんを呼んで、佳代さんの心づもりを話す。そうするとね、おたふくさんはもちろんうなずくわけですが、そうです、もう間違いないですっていうふうに言うわけですけど、春江さんはね、私たちだけでやってもダメでしょと、ね、だってお兄さんやお姉さんね、翔吾さんや雅子さん、それから北条の夫婦がやらないと何もならないわよ、まあもっともなこと言うし、佳代さんも内心心配していたことですね、それはね。まあ、とりあえずおたふくさんに従業員を集めてもらって、でその間に佳代さんは今にいる、翔吾さん、雅子さん、それから北条夫妻に話をしに行くわけです。で佳代さんがね、まず翔吾さんにね、これからお客さんに対する心得を話したいので来てくださいって言うんだけど、頼むんだけど、翔吾さんは行かないって言うわけですね。もうグルですからね、もうみんな翔吾さんも含めてグルなんで。で、まあいろいろ吸ったもんだしてね、なんで主人がそんなところ行かなきゃいけないんだ、いや主人だから来てくださいみたいなことを言うけども、結局まあ行かせないと、北条夫婦が行かせない、北条夫婦が翔吾さんを行かせない、翔吾さんもその空気読んでて行かない。でもうこれダメだなと思って、雅子さんにね、雅子さんは帳場なので来てくださいって言うけど、当然行かない、行きません、行かんずらみたいなことを言うわけですよね、雅子さんも。それでは佳代さんがね、きっぱりと、なら帳場もやめてもらいますって、佳代さんきっぱりと言う。そしたらね、雅子さんは当然逆上するわけですよ。なんだって、山水館はにゃお宮のうちじゃにゃだでっていうふうにね、もう激高するわけですね。お父さんの名義だって、ね、ここで出るんですよ多分ね、山水館はお宮のうちじゃにゃだで、お宮の好きにはさせにゃからなみたいなのを、こ多分ここで言ったと思うんですよ。それでは北条がね、まあまあいいじゃないかと、そんなことを言ってられるのも今のうちだよ、せいぜいお上顔してろ、そのうちにって言ったらば、そのそばにいたね、北条の奥さん、赤木春江さんがですね、手に持っていたキセルっていうか、そのタバコをね、火鉢にピシャッて叩くわけですよ。なんかもういかにもそんな雰囲気なのを覚えてる光景でもね、とにかく赤木春江さんのふてぶてしさたるやね、半端じゃなかったのよ。あんまり喋らないっていうかね、雅子みたいにね、激高してね、喋ったりはしないの。常にね、ゆったりとね、ドスの効いた感じでね、そういう表情で言うわけですよ。いうか態度で示すとかね。だから赤木春江さんの方が子供心にはちょっと怖かったところはあったよね、やっぱり。雅子さんはね、怖くはない、子供心にも、なんか憎たらしいだけでね、怖くはなかった。憎たらしくて、だから雅子さんは分かりやすい憎たらしさだから、もうテレビ見ながらね、うるせえなお前はバカ野郎とか、そんなことをね、テレビに向かって一生懸命私言ってたの。いいんだよお前は、黙ってろこの野郎みたいなことをね、ずっとね、雅子さんが喋るごとに言ってたのね。でそのぐらい子供の分かりやすい、憎たらしさだったんだけど、赤木春江さんにはそういうことを言った記憶がないのは、赤木さんの怖さっていうのは子供に伝わりづらいっていうか、その子供が相手できる怖さの次元じゃなかったんだよね。だからさ、その旦那がね、北条の旦那がそのうちにって言いかけた時にお黙りって感じでね、赤木春江さんがね、ピシャッてこう、キセルかな、キセルみたいなそのタバコでね、火鉢をピシャッて叩いて、それで包丁の旦那が、あいかんって感じでビクってなって、途中で言うのをやめちゃうっていう感じみたいなのね。この場面ははっきりとは覚えてないけど、そんな感じだったのは覚えてる。北条夫妻がそんな感じだったのを覚えてる。で赤木春江さんが雅子みたいにベラ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 憎たらしい言葉を喋るわけじゃないんだけど、むちゃくちゃ怖かったっていう、その感覚はね、
記憶に残ってますね。で、おたふくさんがさ、もう従業員揃いましたって感じで、かよさんを呼びに来る。で、かよさんはそっちに向かうわけですけども、向かいながらね、今何を言おうとしてたんやろうって、ちょっとね、気にかかるっていう、そんな回なんですよね。ここでお知らせをご覧ください。そして集まった従業員たちにかよさんがね、自分の心持ちを話すわけですね。すなわち、山水館の顔というのは、お客様を神様と考えてね、そういうふうに奉公しよう、お客様に奉公するつもりで接しようという考え、それを山水館の顔としましょうということを伝えようとする、ね、このお客は神様、お客様は神様ということを南春夫さんの言葉として非常に有名ですけども、あの方がね、いつ頃から言い出したかっていうのはちょっとまだ調べてないですけど、ひょっとしたらこの花と小箱さんがこう舗装で繁盛期でこのように書いた、言い始めたのが最初なのかもしれないですね。お客様は神様、ね、お客は神様、多分これが最初なんじゃないかな。舗装で繁盛期ものすごい高視聴率でしたから、まあ、これで日本中に広まったんだと思いますよ、おそらくね。で、おそらく南春夫さんもこっからその言葉を受け取ったんじゃないかなと、ね、言葉もそうですし、それから内容もね、多分受け取ったんじゃないかなと思います。まあ結構いいことを言ってるわけです。その内容、どんな内容かって言いますとね、かよさんはね、居並ぶ従業員たちにこう言うわけです。おかげで無事に開店披露が済みました。今日からいよいよ商売出す。招待客なら我慢してくれても、お客さんはこらえてくれまへんと、ね、お金を取らない招待客だったら我慢してくれたようなことでも、お金を払って泊まるお客さんは我慢してくれませんよと、ね、でこらえてくれたとしても、我慢してくれたとしても、山水館の良くない宿だよって、そういう噂が広まってしまいますと、私は一人残らず、宿やった、また来たい言うてもらいたいんだすと。でも山水館は安不審だし、布団も手作り、掛け軸も安物、ね、調度品なんかはみんな安物、そやさかいお金のかからんサービスをやりたい、お客さんへのご奉公、ね、それを、まあ、やりたいと。ついこの間まで天皇さんを神様と思ってたように、お客さんを神様と思いましょうっていうわけですよ。もうこれは終戦直後の話ですから、昭和何年頃なんだろう、まあ昭和20年代の話っていうのは間違いないですから、まあ、戦争が終わって10年経ってない頃ですからね。だからついこの間まで天皇さんを神様と思ってたように、お客さんを神様と思いましょう、ね、で何も手を合わせて拝んだりしなくてもいいですと。ただ頭はね、畳につくまで下げましょうと。中には嫌な客もおりますやろ、そんな時はっていうふうに、こういうふうに喋りながら、かよさんはね、ゆうさんが言ってたことをまた思い出すんですよ。自分のおばあちゃんが言ってたことを思い出す。だからどんなことを おばあちゃん言ってたかって言うと、お客さんはお店にお金を落としますってね、言って小銭を2枚取り出してね、その2枚の小銭をポトンって落とすわけです。下にね。で、春江ちゃん、立ったまま拾ってみてって言うわけ。ね、そうすると春江さん、足元に転がってきたね、その小銭を拾う、立ったまま拾おうとする。それを見て、かよさんがそれを刺してね、ほら、お金を拾おうとすると、こんだけ腰低く頭が下がってるでしょう。これがお客さんに対するお辞儀出すっていうわけ。そうすると一同が、なるほど、うまいこと言うなって感じでざわめくわけですよ。ああと。嫌な客やと思うたら、お金を落としはったお客さんやと考えましょう。お客さんに対する奉公、それを山水館の顔にしたいんだすってこんこんと説くわけですよ。で、春江さんには、ね、雅子さんが、もう雅子さんは帳場を辞めさせたんで、さっきね、春江さんに帳場を頼む。で、春江さんはね、いや、接客もやりたいのよね、みたいな感じで言うから、わかりましたと。じゃあ、かよさんも、私も帳場をやりますと。ね、だから、かよさんと春江さんで帳場もやるし、接客もやるしってことを分け合う。で、あの例の問題児の玉子さん、玉子さんに対して、あなたは当分掃除だけをお願いしますっていうふうにはっきり言うわけですね。で、まあその玉子さんはへーって言うけども、
もうものすごい不服そうなわけですね。もう問題児ですね。でそれ見ておたふくさんが、あんた謝らんのかいって言って、ねえ、玉子さんも仕方なしな感じで、すまへんでしたって謝るんだけど、一応言葉だけはね謝るんだけど、いかにも不服そうで、まだまだ問題ありそうだなって感じは漂うわけですね。